変わり映えのしないいつもの朝、同じく変わり映えのしない私。もし私が引っ込み思案じゃなかったら、好きな人と一緒に通学したいなって憧れたりなんかもする。そんな私には朝の日課があった。彼の名前は春、友達にそう呼ばれていた。知っているのは名前と東高の2年生ってことだけ。毎朝見ているだけで幸せ。私が逃げないで微笑むことができたらな。こりゃベタ惚れだね。恋するユウナはそれで遅刻したんだ。だって春と目が合ったの初めてだったんだもん。もうほんと可愛いユウナ、ユカはそういうのいいと思うよ。そんなに好きなら告っちゃえばいいのに。無理だよ。なんで？わかんないよ。春だってユウナのこと。ないよ、絶対ない。あ、ユカの彼氏ってさ春と同じ高校だよね。うん、聞いてあげれば。電話しちゃう？電話しちゃう？いいってば。恋するユウナちゃん、そういうのは言葉にしないと伝わらないんだよ。当たって砕けろだよ。砕けちゃダメだけどね。確かに。もう人事だと思って。これもらうからね。もーらい。あ、男に見とれて遅刻なんて二度とすんなよ。え、岡崎、大会行こうぜ。あ、じゃあな、これごちそうさん。ちょっと、岡崎って絶対ユウナのこと好きだよね、うん、最近何かと絡んでくるし。いいじゃん岡崎、バスケ部にファンクラブあるんだよ。でも私はハルくん一筋だから。チョコもらい。あ、ユカのだよチョコ。え、あ、水島さんもチョコ食べる？あなた、面白いものをつけてるのね。どこ？あなたの背後に。よ、背後って背後れ？え、いや、ほら、不思議ちゃんの言うことは無視無視ね。それよりゆか電話。あ、忘れてた。そうだ、きょうちゃんに電話しちゃおうかな。出るかな。どうだろうね。ちょっと、なんていうか決めたの？電話かけちゃうよ。かけちゃうよ。
ダメだよ。なんで？ダメ。いいじゃんね。水島さんの言ってたこと、あなた面白いものをつけてるのね。後ろにいるのパパだったら見守っててね、パパ。自分のほっぺたつねって痛くないの？喋った、うるさいな。それともあんたド M とか？違います。ゆうな、起きなさい。やばい、ちょっと格好ね。なんで、わかんねえ。なんで、やめろよ。寝ぼけたこと言ってないで、早く下でご飯食べなさい。遅刻するわよ。それだけ？それ以外何があるの？男の子。男の子？は、いや、なんでもない。もう、またベッドから落ちて頭でもぶつけた？私にしか見えないの？つうか、あんた誰？誰って森下優奈です。北高の2年生。俺は春川かなた、東高の2年。春川って言うんだ。そう、みんな春って呼んでる。春で、なんで俺はここにいるわけ？さあ、まあいっか、とりあえず俺帰るわ、学校あるし。また今度ゆっくり。優奈だっけ？あんたとは朝の電車で会うしな。え、私のこと？あれ、開かない。え、あ、なんで？あれ、開くよ。え、なんで？おい、出られないなら仕方ねえな。え、仕方ないって。なんかすっげえ眠いんだよ。どうしちゃったんだろう俺。
おやすみ。なんで春がここにいるの？見てるだけで幸せだった春が、なんで？やっぱり私の妄想？ママには春が見えなかったわけだし。いい年して痴漢なんかしてんじゃねえよ。この子に謝れよ。私は痴漢なんか。この手は何なんだよ。話して。すいません。おい、逃げんなよ。どうしてください。大丈夫か。ごめんなさい。春の顔見たら泣かしちゃって。春、部屋から出る。やっぱり私の妄想。あんたさ、なんで俺の名前知ってんの？え？いや、あんた俺の知り合いじゃねえし。急にいなくならないでよ。ごめん、ナナ。あ、こいつ初めて会ったのに春って。何それ。はあ、ストーカーってこの子じゃない？ストーカー？あんた春のストーカーでしょ。言っておくけど、ナナが春の彼女だから。あんたキモい。嫌いって言われるより傷ついた。おい、学校どうした？出て知ってんだろ。出たくても出れねえし。どうした？何があった？さっき電車に春がいたの。俺が？私のことキモいって。うん、それ俺じゃねえよ。だってずっとここにいたし。もしかして春って双子？なわけあるか。じゃあ私の妄想じゃなくて春が二人いるってこと？奈々ちゃんっていう彼女と一緒だったよ。奈々？ああ、あいつは中学の後輩で妹みたいなもんだよ。だいたい俺一年くらい彼女いねえし。本当？嘘ついてどうすんだよ。じゃあ、あの電車の春は。電車の俺と今の俺？ん？電車で俺でも俺は俺で？ん？俺？俺？あれ？あー、もう、あー、どうしちゃったんだよ俺は。あのさ、悪いんだけど俺のこと調べてきてくんない？わかった。ありがとう。よろしくな、言うな。私の部屋にいる春は確かに春で、でもキモいって言った春もやっぱり本物な気がして。
すぐに消えると思ったけど大丈夫かしら。東高の制服着ている男の子。東高？春のこと？ずいぶんはっきり見えるようになってしまったわね。死にかけてるのに。宝石箱ヨータです。どうも東高のライオンヘア銀平です。なんだよそれ。でこの人が私のダーリンのキョウちゃん。キョウスケです。はじめまして。はじめまして。はじめまして。でこの子がチカでこの子がユーナ。もう早速だけどキョウちゃん、ユーナに春の話してあげて。ああ、まだ会ったばかりで言うのもなんだけど、俺さ、春にはナナじゃなくてユナちゃんと付き合ってほしいんだよね。え？ユナちゃんなら春の心も開けんじゃないかなってな。あ、幼馴染の勘ってやつ。確かにナナと付き合ったのもそうだけど、サッカーやめてからあいつなんか変わったよ。サッカー？あ、プロ目指してたんだよあいつ。まあさ、春の話もいいけど、今日はせっかくだし、みんなで楽しもうね。イエーイ。チカちゃん、デートしよう。一人で歌えよ。春、サッカーやってたんだ。森下。よっ。岡崎くん。何買ったのそれ。これサッカーの雑誌。サッカー？え、サッカー好きなの？あ、うん。お。行くぞ。え、ちょっと。ほら。わ、すごい。森下にもさ、早く虹がかかればいいな。え、最近元気ないじゃん。なんか曇り空って感じ。ねえ、ハル、サッカーは？何何？
今日は楽しかったとも。なんだ、男いたんだ。違うよ、たまたまクラスの男子に会っただけ。別にいいよ、気使わないで。ねえ番長。で、虹綺麗だった？うん、綺麗だった。虹なんてずいぶん見てねえな。外出てえな。必ず春をこっから出してあげる。お前が？うん、絶対出してあげる。当てにしないで待っとくよ。ちょっとぐらい期待してよ。ちょっとね。ちょっとだけ？だって自分で言ったんじゃん。ちょっとじゃダメ。何？じゃあどれくらい？こんくらい。こんくらいってなんだよ。ああ、それじゃあ番長の方が役に立ちそうだな。ダメ、やめて。お、ちょっとやめてよ、いじめないで。私の、俺のだよ、私の、俺の、番長、俺よ、俺の、俺のダメ、聞けよ。違う、やめろよ。ねえ、ゆか、超美味しいパフェ屋さん見つけたんだけど、行く？行きたい。パフェ行きたい。なんかさ、いちごがすっごいいっぱい乗ってるんだって。ゆか、今から東高に連れてってほしいんだけど。え、どうした？珍しい、ユーナが。春に会ってみたいの。え、来るの？まさか。ドキドキする、ね、よし、打倒ナナで頑張ろう。ついにこの日が来たか。ねえ、来たか。南高相手にボロ負けかよ。いつからこんな弱くなったかな。ありがとうね、きょうちゃん。いいよ。もう床雨ほんと嫌い。髪崩れる。ボッサボサだよ髪。言わないで。でも、今日はユーナが春に来るから来たんだよね。来んないよ。それ来たんじゃん。来るでしょ。来んないよ。あ、そうだ。春さ、あいつ最近なんかおかしいんだよ。なんで？なんかね、それまでナナのこと絶対ないって言ってたのに、10日前に急に付き合い出したし。10日前なの？うん。結構最近だね。しかも普通の彼女できたら喜ぶだろ。それもないし。あ、そう。ナナがさ、いつも春に付き合ってくれないと死ぬって言ってたから。いやー、マジで。うん。なんかあったんじゃないかなと思って。うん。春のこと、助けてやってよ。ユウナ、これチャンスなんじゃない？今日はユウナが東高来たいって言ったんだから、頑張ってここ来るんだよ。そうだよ、ユウナ大丈夫だから自信持って、ね、よし、頑張るぞ。ハル、どこにいるかな。さっきグランドの近くにいたんだけどな。緊張する。いやー、別にカレー、雨だけに。どんまーい、どんまどんまーい。だってね、ボロ負けじゃん。お疲れじゃん。カスみたいな試合だな。おい、負け犬が口出してんじゃねえぞ。みんなヘラヘラしてて吐き気がしたよ。春らしくない。だと？春、どうしてサッカーしないの？あんなこと言うの春らしくない。ゆうなちゃん、やめろ。サッカー好きなんでしょ？好きだったらやればいいんだよ。ねえ春。は？サッカーやって。お前何言ってんの？
そうだよ、この子が言った通りサッカーで勝負しようぜ。これで満足かよ。どうした？風邪ひくから。私のアイに優しくしないで。俺のためでもあったんだな。本当にごめんなさい。俺できなかっただろ、格好悪かっただろ。辞めた理由ちゃんと説明しなかった俺が悪いんだ。おいで。父さんと母さんの関係が悪くてさ、父さんが浮気してたんだ、俺が高校に入った時で、母さん酒ばっか飲むようになって、そして突然
母さんに離婚届を渡したんだ。自分が母さんためにして離婚してくれだなんておかしいだろ。母さん、父さんを刺そうとしたんだ。気づいたら二人の間に入ってたんだ。なんか足が熱いなと思ったら血が出てて、怪我の場所が悪くて医者にもうサッカーはできないって。プロになるのが夢だったんだ。それがあっけなく破れて、俺なんて生まれてこなきゃよかったって母さんに。そしたら母さん、病院の屋上から飛び降りて、俺が母さん殺したんだ。俺があんなひどいこと言わなければ。お見舞い行かない？ほら、悪いとか思ってるならなおさら行かないとね。これ以上は本当に危ないわ。もうあなた満足でしょ？苦しみというのは自分の幸せを願うことから始まるのよ。てかさ、病室わかる？ゆかたちは迷子だよねこれ。嘘。すいません、はい、あの春川かなたさんの友人なんですけど、病室ってどこですか？308号室ですね。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。308、あったよ、308。あ、ゆかさんとちかさん、それにゆうなさんも。あ、ごめんなさい、ハル、まだ目覚めてないんですよ。ハルくん、大丈夫なの？うん、精密検査の結果、どこも異常見つからなかったって。でも驚いたな、まさかユウナさんが来るなんて。は？
ゆうなが来ちゃ悪いわけ。だって普通は来られないでしょ。春がこうなったのはゆうなさんのせいなんですから。あんたさ、帰ってよ。あんたたちみたいな薄っぺらい友達ごっこ見てるだけで吐き気がする。は？帰ろ。ななちゃんの言う通りだよ。本当にごめんなさい。ゆうな、ちょっと待って。待って、ゆうな。寝れねえな。全然寝れねえな。今まであんなに眠たかったはずなのに、なんでこんな。班長、今日は踊り明かそうぜ。はい、腰に手を回して。じゃんじゃん、じゃららら、じゃらら、じゃらら。お母さん大丈夫ですか？お母さん！あれ？お母さん、俺出れた？ユーナのお母さん、祈祷師呼ぶ勢いだったな。祈祷師呼んだら解決すんのかな？ちょっと整理してみよう。部屋の外には出られたのに家の外には出られない。でもなんで急にユーナのお母さんには見えたんだろう。で、今はまた見えないし。どうすれば出られるんだ。やっぱり外に出たいよね。ここから出たらもうこうやって寝顔を見ることも、春の願い叶えてあげたいよ。でももっと春と一緒にいたい。今日こっちで寝てもいい？なんてなんもないからな。え？悪いのは俺なんだから。
さん？あら？やだわ、結構ホコリ溜まってるよね。昨日も掃除したのにね。あら。あら。気になると気になっちゃうのね。そうなのよね。ですかね。綺麗になった。あとで埋めようかしらね。よっしゃ。外は気持ちいいだろうな。森下、ちょっといい？あ、そういえばさ、あの春ってやつどうなったの？あ、お前たち声でかいからさ。彼は今意識不明で。え？私のせいなの。またすぐそうやって自分のせいって思うだろう。
そんな風に思うのもうやめろ。俺は森下がいるから毎日楽しいよ。俺森下が好きだ。まあ心配すんなよ。ハルってやつのこと好きなんだろ。まあ告るのは俺の自己満だから。ごめんね。謝んなよ。まあこんなこと言った後でなんだけど、これからも友達でいてくれる？うん。まあそれだけ。そうじゃん。ゆか？どうしたの？え？ハルが？よーい、ドン！こんにちは。あなた、満足しないから。あんた、俺のこと見えんのか？ハル？ハル！ユーナ！どうして出られたの？わかんないんだよ、急に。この人、危篤だって。なんでわかるの？危篤？ハルの予定が急変したんだって。行こう。ちょっと待って。危篤って、じゃあ俺死ぬのか？俺が死んだら、この俺はどうなるんだよ？消えるわ。消える？ハル、とにかく病院行こう。おい、どうすればいいか教えてくれよ。忘れなさい、お互いのことを。あなたたちはお互いのことを思うことで現実から逃げているの。ユーナ、早く。何やってんの。早くしないとハル死んじゃうよ。早く行こう。ハルのおやつまだ来るから。そうだよ、大丈夫だから。はーい、ユーナの好きなココアだよ。はい、ちょっと休んでな。大丈夫だよね。ありがとう。なんかあったらユカたちがすぐ呼びに来るから。
春の姿を見てパパを思い出してしまった。ユーナ、ハル、さっきの子から詳しく聞いたんだ、俺のこと。なんて言ってた？お前と俺が思い合えば思い合うほどもう一人の俺の肉体は弱って死ぬんだって。死んだらこの俺も消える。そんなの嫌。俺だって嫌だよ。ただそうならない方法が一つだけあるって。何？俺のこと忘れてくれ。俺もお前のこと忘れるから。忘れるって？ハルのこと忘れるなんて。全部なかったことにしてほしい。そんなのできないよ。ハルは私のことどうでもいいから忘れられるかもしれないけど。それは違う。俺はお前のことずっと、俺はユーナのことずっと、俺だってユーナのこと忘れたくない。ちゃんと元に戻ったら必ず迎えに行くから、俺を信じて。約束。じゃあ目閉じて。ハルが目を覚ましたぞ。ハル、ユーナ、お互いを忘れたことでハルは元に戻れたけど、私との約束はまだ守られてなかった。
くれるの？すいません。話って俺さやっぱ森下のこと好きだわ。ごめん。諦めきれねえんだよ岡崎くん。俺じゃダメか。俺はこんなにお前のことを思って。離して。おいてめえ何やってんだよ。ハル、うるせえんだよ。おめえが森下を苦しめてんだろ。何なんだよお前。好きでもねえのにナナと付き合ってさ、何のために付き合ってんの？なんだと？ナナが言ってたよ。ハルにとってナナはただの…デタラメ言ってんじゃねえよ。どうせナナに吹き込まれたんだろ。おいナナ、ナナ来い。おいなんでお前がいいんだよ。なんかおかしいと思って後つけたんだよ。そのカメラでなんかしようと思ってたんだろ。違うよ、全部友が悪いの。ゆうなさんを自分のものにしたいからって。あ？
優奈さんごめんね、カモに脅されて。いやお前何言ってんだよ。ハル、ナナすっごく怖かったんだよ。とぼけんなよ、もう限界だ。嫌だ、絶対に嫌だ。ナナ何にも悪くないのに。ねえハル、ちゃんと聞いて。あんたがハルのこと見るからハルも気になって、せっかく私のものになったのに、あんたのせいで。あんたもあんたよ、せっかくナナが相談乗ってあげたっていうのにバカじゃないの。役立たず。いい加減にしろよ。ハル、なんでそんなこと言うの。ハルがサッカーできなくなってナナだけがハルを支えたんだよ。こんなにこんなに好きなのに。死んでやる、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 死んでやる。おい、あいつマジだよ。本当の幸せは相手の幸せを願うことから始まる。愛を知ったのね。また付き合うって言って、言ってくれないと。やめろ。やめて。うるさいんだよブス。あんたなんてもうハルと釣り合わないんだよ。お前の方がブスだよ。はっていうか俺たち似てるよ。死なないと思ってんでしょ。本気だよ。ああ、お前は本気だよ。死ぬほどハルが好きなんだろう。俺も死ぬほど好きな子がいた。なんかこう自分がよく分かんなくなるぐらい大好きでさ。だったら死ぬ気で手に入れればいいじゃん。それで好きな子の気持ちが手に入るなら俺もやってるよ。俺死んでもいいくらい森下が好きだ。ほら、すげえ困った顔してんだろ。まあこいつは優しいから付き合ってくれるかもしんないけどさ、俺は分かってるから。お前も分かってんだろ。ここでは頑張ったんだな。ハルに好きになってほしかった、それだけなのに。これからは相手のことも思いやろうな。ナナだってハルが自分の気持ちばっか押し付けてきたら嫌だろ。ナナだってバカじゃないから分かってたよ。
ナが行けば行くほど春は苦しんで、なんで。でももういい。春なんて大嫌い。おい、ナナ。おい、いいからそっとしといてやれよ。俺も行くわ。お前、森下のこと好きなんだろ。邪魔者は消えるよ。10歳ぐらい年取った気がする。前にサッカーと母さんをいっぺんになくしたって話したよな。うん。俺あの後自殺したんだ。もう何もかも嫌になって、でも父さんが気づいて一命を取り留めた。1ヶ月ぐらい入院してたんだ。である日近くの病室が騒がしくて、俺なんでかわかんないけど気になってその部屋を覗いてみたんだ。言わないよ。女の子が泣きながら必死にパパパパ呼びかけてた。俺が母さんに言った時と同じように。その時母さんのことを思い出してさ、死んだことを認めたくない気持ちとか。それから退院して学校行くのに電車に乗ったんだ。そしたらその子がいた。俺なんかいじけてばっかなのに、その子はあんな辛いことがあってもいっつも笑ってた。過去にしがみついている俺と違ってまっすぐ前を見ているその子から俺は目が離せなくなったんだ。気づいたら好きになってた。であの日、ナナと付き合い始めたあの日の夜、気づいたらユーナの部屋にいた。死んだこと覚えてるの？ユーナみたいな子がそばにいてくれたらいいなってずっと思ってた。私も春のこと思ってたよ。これは推測なんだけど、もう一人の俺ってユーナへの思いだけがお前の感情とリンクして現れたんじゃないかなって。私の感情とリンク？うん。俺は現実から逃げたかった。だから理想の俺だけがユーナの部屋に現れたんだ。で、その存在が大きくなればなるほど、もう一人の本体の俺はどんどん弱って、すさんだ心だけが残った。だからキモいって言ったんだ。あ、ごめん。で、ユーナの部屋にいた俺が消えたから心を取り戻した。で、なんかちょっとややこしいな。でも、うちにいた春はもういなくなったの？ううん、いるよ、ここに。
でもまだ後ろ向きな俺もいて、優奈と向き合えるほどまだ完全じゃないんだ。だからごめん。じゃあ俺ナナ探しに行ってくるわ。あいつは妹みたいなもんだから。分かった。ハル、ありがとう。指切りした約束忘れてない。そのことはまるで夢だった。初めて好きになった人と分かり合えた。それだけで十分だった。私は春を好きになって強くなれた。恋をしたらその恋がうまくいくことより好きな人の幸せを願う。そしたら怖いものなんて何にもない。やめてくれませんか。あ、私はそんなこと。いい年して奥さんも子供もいるんでしょ。こんなことしたら悲しみますよ。お願いできませんか。昔の私なら考えられない。人って変われるんだね、春。強くなったな。助けようかと思ったけど、もう大丈夫だな。迎えに来たよ。え？約束忘れたの？ちゃんと元に戻ったら必ず迎えに行く。俺目標見つけたんだ。東高バカ高だからさ、すっげー勉強したんだ医者になるために。医学部に合格したら胸張って優奈のこと迎えに行こうって。あれ待ってなかった？ずっと待ってたよ。春のことずっとずっと待ってた。でもちゃんと言ってほしい。え？
ゆうな、好きだよ。